じゃーん。はい、本命のサンリオが今日発売したので買ってきましたよ。大本命。店員さんが確認するときに破れちゃったんですけど、これがレースデコはい、これめっちゃ可愛くない？まさかサンリオからもなんかオタクが作るレースデコみたいなのが出るなんてみたいな。はい、あとステッカー。はい、もうこれで画面が一気に可愛くなってます。可愛い。これ買う予定なかったけど買ったわ。ここがキラキラしてて、これもオタクが作ってる、なんかこれと一緒じゃんと思って買ってきた。これはシナモンを選びました。じゃあこれから。可愛くない？ステッカーはね、これ693円だって。あ、ちょっと待って、早く紹介したすぎて私の命のスリーブをつけるの忘れてました。もう忘れててもいいんだけど雰囲気と思ってつけます。はい、じゃあまずステッカー買うよね、可愛すぎてみたいな。うーん、まだ開けたくない。上に行っちゃってる。ここにキティちゃんが落ちてきた。なんか結構いろんな種類があって、これなんかデコってるんですよ。これ携帯に貼りたくて。でなんか今回天使のキティちゃんと悪魔のキティちゃんのシリーズで、これ発売されるってなった時からもう絶対欲しいグッズたちのラインナップで、今まで可愛いの出てたんだけど、水色の天使シリーズとかみんなに言われてたんだけど、これを買うために我慢してましたね。開けた方がいいかな。まあいっか。そして、あ、じゃあこれ1400円くらいした。まあ高いよね。もう本当にこれはね、買う予定なくて、まあ見て欲しいなと思ったら買おうと思ったんだけど、見て欲しいなと思ってしまって買ってきました。はい、負けました。え、可愛くない？だってこれちょっとめっちゃキティちゃんオタクにはいいよね。もうハローキティって書いてるしさ、著作権とかないじゃんじゃーん。可愛いんですけど、これバッグとかにさつけてさ、待って、え、これにつけても合うんですけど、このキティちゃんなくして、え、可愛いんですけどみたいな。ついにキティちゃんからもキラキラチャームが出ましたね。可愛すぎる。なんかね、これから紹介するレースデコと合いそうだよね。これね、悪魔バージョンも売ってたけど、これは我慢しました。これは1980円、チェーンとかついてたよ。かわいい、かわいい。なんかこう構造とかはやっぱオタクちゃんたちが作ってる、まあ、私も作ってるんだけど、はい、似てるっちゃ似てる。ちなみに私が作ったやつこれです。これです。まだあるよ。はい、ちょっと自慢をさせていただくと、私が作ったやつもちょっと並べさせてくださいこちらキティちゃんですね。これキティちゃん、これこのままでも可愛いよね。このまま飾っておくくらい可愛い。普通にこれ悪魔の方。いや待って、可愛い。袋越しだったからさ、濁ってたからさ見えなかったんだけど、袋も超可愛いんですけど、これは可愛いだわ。可愛い。裏はねこんな感じ。入れちゃうよね。とりあえずウォニョンちゃん入れる。かわいい。今日買ったものマジ満足。今日はね悩まずに買った。いつもねサンリオ行くと悩むんだけど、今日はポンポンポンって悩まずに取りましたし、やっぱり人気商品からなのか、人もいつもより多かった。どれにしようかな。天使とね悪魔のウォニョンちゃん、ちょうどさ今回のコンセプトで出たじゃん。これとこれにしようか。アセンリオのさ、絶対合う。うわ、もうありえないくらい合うんだけど。あ、ちょっと毛が、多分毛がついてる。ちょっとだけなんかここの毛がね取れるんかな。あっと抜けちゃうかもって画面外でなんかずっと言ってたでしょ今毛がね、このお耳の毛がちょっとね抜けるかもっていうことを話した。かわいい。合うくない？え、かわいい。どうしよう。
急にね可愛い発作が出ちゃうんで、手をね振りますっていう。え、天使オニオンちゃんどちらに、これ、いやでもまだこっちにする、え、悩むんですけど、ちょっと、あ、とりあえずじゃあ甘オニオンちゃん、まあ、天使で行こう、とりあえず。優勝じゃん。え、優勝なんだけど、まだね、ちょっと入れてみたいトレカあるから入れてみる。これも優勝なんだが、ちょっともう一つ入れてみたいのがね、あるんです。黒と白っぽいやつ。これ、この会場限定のさ、やつ、福岡2日目と1日目のやつを入れちゃうと、あ、やっぱ合うわ。黒っぽいオニオンちゃんトレカ結構あるんだよね、意外にね。だから合うわ。これは天使って感じするね。かわいいんですけど。かわいい、これかわいい。私のレースデコもかわいいけど、これもかわいい。もうすでにかわいいことになってますよね。私のも混ざらせてもろて、そしたらですね、こちら開けていきます。はい、ちゃんと8個入ってることを確認してますね。8個買うとコンクリートみたいなので全部開ける。これ動かしてないから私このまま開けるね。なんか参考になればなと思うんですけど、もしかしたら店舗によってはこうぐちゃぐちゃになってる可能性あるから、まあ、あくまでも参考程度にして見てください。ここから開けますね。ここ、これ何が当たっても優勝じゃんと思って、これはね、箱買いを決めてました、私。はい、まず一つ目。お、かわいい。天使のキティちゃんだ。かわいい。かわいい。今回のキティちゃんです、こちら。ね、しっかりしてます。これ一つね、990円、ちなみに。はい、高い。高いけども、最近のサンリオってもうほんとこんな感じだよね。ちなみに、1年前くらいに出た、これがね、天使。これも、これは夢見る天使か。これはハートのスティッキー持ってるんだけど、これはまた別だね。ハート持ってる手に。かわいい。はい、じゃあ次。こっち行く？じゃあこっち行こう。はーい。お！悪魔だ。超悪魔だ。さっきの天使キティちゃんの悪魔バージョン来ました。今手前のね、左と右に入ってた。黒いキティちゃん、珍しいよね。並べると可愛い。しかも悪魔のキティちゃんは目はね、なんかちょっと悪魔っぽく、小悪魔っぽくなってる。まつげがあって。はい、次左の2番目開けるのが下手くそすぎて、せーの、じゃーん。あ、可愛い。下の方に集中してた。これは鍵持ってるやつですね。見て、後ろ姿見えます？後ろ姿が、え、この後ろ姿尊いんですけど、かわいい。この白姿がかわいいんだけど、マスコットがちっちゃくてかわいすぎる。あ、いきなり天使シリーズがもう出たね。次これ、ピントピント。これは右から2番目、右から2番目右の手前から2番目のやつね。あ、これもかわいい。水色のキティちゃん、指輪持ってるやつ、かわいい。かわいい水色のキティちゃんがダイヤの指輪を持って飛んでる。初めて水色来た。次これ。左の手前から3番目ですよ。ガッチガチに止められてるから。爪が悪くなりそう。爪で開けてるから。やばい。なんだろう。じゃん！すごい。かわいい！ナースだ！これ、マジで全部かわいい。ナースキティちゃん来たんだけど、かわいい。水色シリーズ、え、でもちょっと顔違うんだ。全部同じかと思ったら違うし、めっちゃ可愛くない？水色はこの2つで終わり？手前の方に固まって入ってる感じだ。だってこの順番で出てるとしたら、次この足長いキティちゃんだよ。私のボックスはね。やっぱそうだ。可愛い。これずっと欲しかったんです。
超若いキティちゃん来たんだけど、ギャルな。韓国にはなんか似たようなのあったのよね。服装違うけど。なんかめっちゃ可愛くない？キルティングの服着て、なんか可愛いバッグ持ってバラつけて、どこ行くんみたいな。どこ遊び行くんみたいなキティちゃんが来ました。可愛い。可愛い。じゃあ次予想。これがウサギちゃんじゃないですかね。ウサギちゃん。開かないんだけど。カッター使いなよ。って感じですよね。よし、行ける。あ、そうだ。え、この順番で開けたんですけど、皆さん。かわいい。え、うさぎの着ぐるみ着てるやん。フィギュアマスコットみたいなのなってるから、普通にずっしりしてて、全然チャチくないんだよね。一つ900円。よく1000円するからさ。でもクオリティ高いよ。めっちゃかわいい。このうさぎちゃん、キティちゃんもかわいい。ってことは最後ロリータだ。もうサイトは売り切れとか再販ありますって書いてたけどね。じゃあ来ました、ロリータキティちゃん、かわいい。あぶねえ、落とすとこだった。お姫様、これも私の机に合うよ、このキティちゃんは。ということで、あちらがですね、あちらがゴミですごいことになってます。後で片付けます。どうでした、今回。なんかつなげよう、かわいい Vlog で行こうと思ったんだけど、これだけの動画見たい人もいるかなと思って、だからこれだけをね早めに編集して、単体で、ごめんね変な画角で話してしまって、単体で出そうかなと思って。もうどうしよう、どれにつけよう。え、お気に入りはって聞かれるとマジで全部かわいいよね。これもこれもね、かわいいしね。ちょっと待って、お腹痛くなってきた。お腹痛くなってきたから、そろそろやめますね。はい、女の子の、はい、日なので、すいません、私のものが映り込んですいませんでした。サンリオはこんな感じです。久しぶりにサンリオの単体動画を出してみることにします。はい、よかったらチャンネル登録とかグッドボタンとかください。皆さん、コメントもいつもありがとうございます。無事に欲しいものが買えてよかったです。今日出したいな、今日頑張って出すから。動画変な編集になってる可能性もあるけど許してください。そして今日出して、今日発売で今日動画出すから、まだ間に合うと思う。一番危ないのがここかな。これ多分売り切れると思うから、予想で。これも結構危ない、結構紹介された後って売り切れやすいから急いでください。それでは、バイバイ。また次の動画もよろしくお願いします。